オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は5月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは5月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。ノートルダム大聖堂の大パイプオルガン奇跡的に無事。4月25日木曜日、15日に起こった大規模な火災で先頭と屋根が崩落したパリのノートルダム大聖堂にある荘厳なパイプオルガンが奇跡的に被害を免れていたことが明らかになりました。大腸菌に汚染された地図で、子供13人が溶血性尿毒症症候群に。4月27日土曜日、フランス安全保健局は、21日日曜日以降、フランスの複数の地域で13人の子供が病原性大腸炎 O26 による溶血性尿毒症症候群を発症したとの報告を受けて、サンマルスランチーズとサンフェシリアンチーズに注意をするよう呼びかけました。5月1日のメーデーを控え、警察が警戒を強化。4月29日火曜日、5月1日のメーデーを2日後に控え、昨年のメーデーで暴徒化したブラックブロックスと呼ばれる武装集団およそ1200人がデモ行進を妨害したり、近隣の商店を破壊、放火するなどの経緯を受け、警察は警戒を強めていると発表しました。平成から令和に、フランスでも大きく報じられる。4月30日火曜日、天皇陛下が退位され、5月1日水曜日午前0時に皇太子殿下が新たに天皇陛下に即位され、元号が平成から令和に移ったことがフランスのメディアでも大々的に報じられ、大きな注目を集めています。レオナルド・ダ・ヴィンチ、没後500年、フランスとイタリアの両大統領で記念式典。5月2日木曜日、レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年記念式典が、ダ・ヴィンチが最後の3年間を過ごしたアンボワーズで行われます。マクロン大統領は、イタリアのセルジョ・マッタレッラ大統領を招待し、ルネッサンス文化の称賛と共に昨今悪化した仏意友好関係を再確認します。ノートルダム寺院再建法案、今月10日に国会で審議。4月15日の火災で甚大な被害を被ったノートルダム寺院の再建法案が5月2日に準備評議会で決議され、10日に国会で審議されます。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。
今回はノートルダム大聖堂の大パイプオルガン、奇跡的に無事です。4月25日木曜日、15日に起こった大規模な火災で先頭と屋根が崩落したパリのノートルダム大聖堂にある荘厳なパイプオルガンが奇跡的に被害を免れていたことが明らかになりました。ノートルダム大聖堂のパイプオルガンのメンテナンスを担当している歴史的建造物専門家やオルガン製作技師が23日火曜日、およそ2時間かけてオルガン内部までたどり着き、内部を入念に調査しました。ノートルダム大聖堂のオルガン奏者を15年前から務めているジュアン・ベクソー氏によると、何も燃えておらず溶けてもいない、楽器内部がほんの少しだけ消火用の水で濡れているだけだ、ただ楽器の隅々まで乾いた粉塵が入り込んでいるとのことで、パイプオルガンにはほとんど被害がなかったことを明らかにしました。また粉塵を取り除く必要はあるが、おそらく解体する必要はないとも述べています。火災が発生した18時15分ごろ、ベクソー氏は毎日行われている夕方のミサでパイプオルガンを演奏していて、警報が鳴ったため建物の外へ避難しました。その際ベクソー氏は、後の大火災は全く予想もしていなかったということです。ノートルダム大聖堂のパイプオルガンはフランスのパイプオルガン製作の巨匠アスティッド・カバイエ・コルが1863年から1868年にかけて製作した8000本のパイプを持ち、オルガンの音色を変えるストップと呼ばれるつまみが86ある、カバイエ・コルの作品の中でも非常に大型のパイプオルガンです。パリ同時多発テロの犠牲者を追悼するミサでも演奏され、その荘厳な響きは世界中の人に届きました。前出のベクソー氏も、世界で最も美しいオルガンの一つと述べています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Le grand orgue de Notre-Dame de Paris a été miraculeusement sauvé. Jeudi 25 avril, il a été confirmé que le majestueux orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris dont la flèche et le toit se sont effondrés à la suite d'un incendie massif le 15, a été miraculeusement épargné. Presque intact malgré un tel incendie. Les experts des monuments historiques et un facteur d'orgue responsable de la maintenance de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame ont pris environ 2 heures mardi pour atteindre l'intérieur de l'orgue et en examiner soigneusement l'intérieur. Selon Monsieur Johan Vexo, qui joue de l'orgue à la cathédrale Notre-Dame depuis 15 ans,
rien n'a brûlé, rien n'a fondu, il y a très peu d'eau des lances à incendie qui est parvenue dans l'instrument lui-même. Il y a cette poussière très sèche qui est rentrée dans tous les recoins de l'instrument, ce qui signifie qu'il n'y a que peu de dégâts au niveau du grand orgue. Il a aussi ajouté, il suffit juste de le nettoyer sans même, a priori, le démonter. Quand l'incendie s'est produit, il jouait pendant la messe. Vers 18h15, lorsqu'un incendie se déclare, Monsieur Vexo joue de l'orgue lors de la messe quotidienne et une alarme retentit, puis tout le monde est évacué à l'extérieur du bâtiment. À ce moment-là, Monsieur Vexo ne s'attendait pas du tout à ce que cela devienne par la suite un grand incendie. L'orgue à tuyaux de la cathédrale Notre-Dame. L'orgue à tuyaux de la cathédrale Notre-Dame compte 8000 tuyaux fabriqués de 1863 à 1868 par Aristide Cavaillé-Cole, un maître d'orgue français. Il s'agit d'un des plus grands orgues parmi les œuvres de Cavaillé-Cole, avec 86 boutons appelés jeux d'orgue, changeant le timbre de l'orgue. Il a aussi été utilisé lors de la messe pour commémorer les victimes des attaques terroristes à Paris, et son son solennel a atteint les gens du monde entier. Monsieur Vexo, mentionné ci-dessus, dit aussi, c'est l'un des plus beaux orgues du monde. セバスチャン先生、ありがとうございました。あの大規模な火災から生き延びたパイプオルガン、その音が再び大聖堂に響き渡る日が一日も早く訪れることを願ってやみません。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、
全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容はディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。